N ラジ6時台後半特集です。新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除され、社会生活が戻りつつあります。しかし、医療の最前線では今でも陽性患者に対する懸命な治療を続いています。そのような状況にありながら、言われなき差別や偏見に心を痛めている医療従事者もいます。今、医療に関わる方はどんな心のケアを求めているんでしょうか。4月の陽性患者受け入れ直後から、いち早くメンタルヘルスケアチームを立ち上げた東京医科歯科大学医学部附属病院の活動を取り上げながら、医療従事者の皆さんに必要なメンタルヘルスケアについて考えていきます。話を伺うのは、東京医科歯科大学医学部附属病院看護部長の浅香恵美子さんです。浅香さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初にですね、具体的にその医療従事者の皆さん、現場でどのようなストレスにさらされていましたでしょうか。ですね、現場の、看護実践の状況というのは、予防具と言われています、PPE と言いますけれども、はい、そういった装具をフル装備で行いながら実際のケアに当たっています。まあ、ですので、周りとのアイコンタクトが取れにくかったり、ケアをする時の指先の感覚が分かりにくかったり、はい、あとはですね、まあ、制限された状況の中で、まあ、今までと同じ、まあ、高度な医療が求められているという状況がありました。まあ、あとは高度な技術といいまして、ECMO と言われる人工肺と言われているその対応というのは、かなり経験的に熟練が必要なんですけれども、まあ、そういったケアに対しても、まあ、比較的若いスタッフも含めて、まあ、総勢で当たっていましたので、まあ、そういった中にあっては、まあ、感染の、自分自身が感染するのではないかという恐怖であったり、まあ、処置を誤ると、まあ、患者さんの命に影響するだとか、まあ、そういったもう両面の緊張感にさらされながら、まあ、対応していったという状況かと思います。そういった緊張感、今までも、はい、日頃でもあると思いますが、今回はやっぱりこれまでにない緊張感ということだったんでしょうか。はい、やはり周りが、まあ、見えないという、まあ、普通であれば ある情報がすぐに取れない中でしなければいけないという、まあ、そういった緊張感は今までにないものだったかなと思っています。で、まあ、さまざまなストレス、それ以外にもですね、まあ報道で知るところでは、消毒とか清掃なども看護師さんやお医者さん自身がやらなければいけないということで、精神的なことだけではなくて肉体的な、まあ、ストレスもいろいろあったと思うんですが、その影響としてどのような症状があった、訴えられてきましたか。そうですね、やはり、まあ、こういった緊張感がずっと続いていきますので、まあ、自宅に戻って、まあ、はたと落ち着いた時に寝る前にこう涙が出てきたりですね、まあ、それはまあ必ずしもコロナの対応の結果だけではないかもしれないんですが、やはりこう不安が強い状況だったり、あとはまあ感情の浮き沈みが出てきたりとか、まあ、そういったところがまあ傾向として見えていたかと思います。はい、浅香さん、土屋と申します。まあ、こうした状況の中で改善しようということで、メンタルヘルスケアチームを立ち上げたということですけれども、どんなことに取り組んでこられたんでしょうか。そうですね、まあ、当初からまあこういった状況が想定されていましたので、比較的早い段階から精神科医や看護師、まあ、緩和ケア科、保健センターなど、まあ、そういった人たちと連携をして、早い段階から面談を作っていくという体制を取っておりました。で、看護職の中には専門的に精神看護ができる者もおりましたので、そういった方たちを含めて、まあ、チームを作って、対応していました。まあ、その内容としましては、そうですね、全職員を挙げて対応するという当院の方針もありましたので、全職員ですね、まあ、600名以上になりますけれども、そういったすべての職員を対象に面談などをしていただいて、対応できました。今のところ、そうですね、5月25日時点で1092回ぐらいの面談を繰り返してきている状況です。ほど。まあ、これで具体的にどういうケアにつなげていって、こう乗り越えていかれたんでしょうか。そうですね、まあ、様々なものもありますが、まあ、一番当初の頃、まだ現場がよく体制が取れてない段階にあっては、まあ、実践する状況がこう密室の状態というか、周りから見れないような環境の中で、対応していましたので、まあ、すごくストレスフルな状況がありましたので、まあ、そういった時にはスタッフを早めに交代で、準備を整えたりということがあったり、あとはまあ場合によっては、ストレス症状が出てきたスタッフに関しては、比較的早い段階
体から抗体を、したりなど、そういったことを行ってきていました。あとはですね、それぞれが、セルフチェックということで、チェックリストを作って、そういった状況が自分にあるかどうないかセルフチェックをしてもらいながら、もし何かあれば早めに対応ということを考えていたり、そういうこともありました。ですね、でその他は、症状としては人間関係がこう悪化したように感じたりですとか、あとは周りの物事に興味が湧かないだとか、心から楽しめない、そういった症状が出た時には早めに、サポートをしていこうということを、具体的には行ってきています。そういったことが、うまくいったかどうか、ですか、効果としては、コロナ対応にあって、コロナ対応だけでは、なかったと思うんですけども、自分に対してこう生きている意味がないとか、そういった強い落ち込みをする人はあまりいなかったんじゃないかなと思っています。浅香さん、症状が抑えられたのはこう早くから対応できたっていうこともあると思うんですけれども、どうしてこれだけ早く立ち上げることができたんでしょうか。そうですね、比較的早い段階から、海外の様子などそういったものを情報を得ながらですね、早い段階からどういうシナリオになっていくかということをフェーズ1から5まで、対応策を考えて、その中にすでにフェーズ2の段階にメンタルヘルスの必要性というものがありましたので、そういったあたりを早めに準備できてきたということがあるのではないかなと思います。リスナーの方からエイジさんですね、医療従事者は自分が差別を受けることと合わせて家族も差別を受けているんじゃないかと心を痛めていらっしゃるという声なんですよ。でね、浅香さんの現場、周りの方はどうでしたか。そうですね、多分ゼロではなかったと思いますが、比較的環境的には恵まれてたと思うんですが、あまり、罵声を浴びさせられたとか、こういう何々っていうことはあまり多くなかったのではないかなと思っています。それによってのストレスはなかったっていうふうに考えていいんでしょうか。ですね、いや最近そうですね、どうですかね、テレビからの報道の中で今のような報道が繰り返しされていく中で、自分たちも同じケアをする医療者として、自分たちが直接言われてないんだけれども言われてるような気持ちになって、ちょっと心がっていうスタッフはいましたね。そうですか。医療従事者の方はですね、よく言われることとしては、いわゆる強い使命感を持っている、あるいは自己犠牲の精神で働いている方が多いということで、なかなかいわゆる弱音を吐きづらい状態、環境にあると思うんですね。で、こういう、いわゆる仕組みがあることによって、みんなやっぱりそういうなんとか助けられたという人も多かったんじゃないかなと思うんですが、どういうふうに受け取っていますか。そうですね、やはり、そのサポートがあって、それが全てということではないかもしれませんが、話を聞いてもらえたり、そういったことで落ち着けたというケースは、多々あったんではないかなと思います。私たちの仕事と比べるのもなんですけども、いわゆるその職場の中ではですね、悩みっていうものをみんなで共有することによって、なんとなくストレスが解消されていくっていうことがあると思うんですが、その効果もあったんじゃないでしょうか。そうですね、今回は本当に本来であれば仲間同士でそういった中身の、共有って必要だったと思うんですが、それができない環境でしたので、そういった話を聞いてもらえて、で自分たち の, 吐き出せない気持ちを引き出していただける、そういったあたりがストレスの解放にはつながってはいると思います。浅香さん、今感染者数落ち着いてきていますけれども、通常であればこの時期ストレスだんだん軽減されていくというふうに考えるんですけれども、今減ってきて、これから気をつけないといけないこと、注意していることってありますか。そうですね、数は減っているという報道もありますし、実際に減ってきていますけれども、実際にこの感染対応は今同じように患者数は少ないですけど継続はされています。で、治療法に関しても、これから開発が進んでいる途中ですので、現場のスタッフの緊張感は全く変わっていません。ですので、ここに注意していかなきゃいけないことと、やはり今度は長期になってきますので、そういったところで感染対応に対する周りのこう感覚がこう緩んでいく一方で、現場は変わらないというところの、そういったあたりのこう齟齬というものが
それが現場に影響してくるのではないかなというところで、その心配があるのと、あとは、落ち着いてはくるものの、当初頑張ってきて大丈夫だったと思っていたものが、後々心的障害のような形で出てくるのではないかなという、その辺はちょっと注意して見ていかなければいけないなと思っていますし、やっぱりこう長くなっていくにあたっては長いマラソンのようなものですので、あとは就職という方向性の中で、対応しているスタッフたちがこう取り残されているような、そんなようなこう感覚にならないように注意していかなきゃいけないなと思っています。取り残されている感覚ってどういう感覚なんでしょう？そうですね、周りがこう収束ってなっていると、ともすると感染対応がもうすべて終わってしまったかのような形に捉えられてしまって、多分もしかすると報道などもだんだん少なくなっていく中で、本当に終わってしまったかのように見えますけど、でもやっぱりその緊張感のあるケアは今も続いているっていうところで、自分たちが取り残されてしまったような、そんなようなイメージであるんじゃないかなと思ってます。実際に今まだ重症化されて、いわゆる入院されていらっしゃる患者さんもいるわけですよね。そうですね、まだ、いらっしゃいます。社会ではこう医療従事者に感謝を述べようということで拍手を送ったりとか、あとメッセージをハッシュタグつけてつぶやいたりっていう行動も出てきていますけれども、そういう声って届いているんでしょうか？届いております。すごくそれはありがたいと思ってます。でこれから第2波第3波ってことも考えられますけれども、対策っていうのはフェーズを変えていくんですか？そうですね、もちろん初め当初分からなかったら、標準的なケアがなんとなくこう見えてきて形作られてきてますので、そういったものを含めて、体制をもう一度立て直しをしていきますけれども、ただやるべきことは今も、以前も今も変わらず、同じように継続はされていくと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、東京医科歯科大学医学部附属病院看護部長の浅香恵美子さんに伺いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。